9日午後10時過ぎ部町でで撮影された防犯カメラの映像です自転車に乗ってきた一人の人物が袋のようなものをかぶせて前のかごに入れている仕草が確認できますそれはこのお地蔵様です複数の通行人を横目に大胆ともいえる犯行 盗まれたお地蔵様は重さ20キロほどあり自転車もふらついているように見えます盗まれた地蔵は大きな通りに面したこちらに設置されていました社はそのまま残されていたということですが地蔵は本体が盗まれてしまっていました 盗まれたのは2011年から麻布商店街で地域の人たちを見守ってきたお地蔵様その名も浅部けっぱれ地蔵実はこのお地蔵様にはある特徴がありました麻布、はあ、駅周辺で12か月に1回設置場所が変わる 動くお地蔵様として知られていました家内安全だとか交通安全、それから商売繁盛、この、ね、3つぐらいの、ね、気持ちでこれを遊ぶのシンボルにならないかなということで、一応作っってきき始めたのがきっかけですね結構ね、まあ、子どもさんも、まあ、年配の方も、ね、手を合わせてる姿も、ね、結構聞くので、もう悲しい思いがします。 ちょっとひどいですよねやっぱり崇拝してるわけじゃないですけどやっぱり良くないんじゃないかなそういうのってみんなのものだしどういう気持ちで持ってったのかなと立ちあたりが、まあ、感覚的にはそう思われるんで盗まれたはずのこのケッパレ地蔵次の日意外な場所で発見されます 盗まれた地蔵は翌朝この郵便局の入り口近くに置かれているところを局員が発見したということです発見時に撮影されたお地蔵様の写真頭には袋のようなものが被されていましたが中がけっぱれ地蔵だったことから郵便局の職員が商店街に連絡したということです この郵便局は盗まれた場所から350メートルほど離れた地下鉄麻布駅のすぐ近くにあります防犯カメラにはお地蔵様が盗まれた9日午後10時過ぎからおよそ20分後に高齢男性と見られる人物がお地蔵様を置いていく姿が映っていたということです盗まれた時に一度地面に落とされてしまったからなのか